って6年、人々の顔にも笑顔が戻っています。列車の窓から見えるのどかな山里風景の中、難しい顔をしているのは詩人の草野心平です。高村さんにも困ったものだ。山にこもってもう6年にもなるというのに、一向に東京に戻ろうとしない。まったく頑固なんだから。花巻鉄道の二つ駅の駅で列車降りた新平は歩きながら考えました。確かに何度来てものどかでいい村だけど、家はだんだん少なくなり、道はだんだん細くなり、右手に低い山が迫ってきます。狭い田んぼではカエルの鳴き声がにぎやかです。高村さんはここで埋もれてしまってはいけない人だ。やがて1時間ほど歩くと、低い山のふもとに雑木林に囲まれた一軒の小屋が見えてきました。若葉の緑の中に小屋の白い土壁が鮮やかです。ここから先には一軒の家もありません。その小屋の前は小さな畑になっていて、麦わら帽子にゴム長靴、国民服のおじいさんが桑を振るっています。新平は遠くからそのおじいさんに呼びかけました。高村さん。おお、草野さん、よく来たね。おじいさんが顔を上げて答えました。このおじいさんこそ彫刻家で詩人の高村光太郎です。お久しぶりです。元気でしたか？ああ、おかげさまで。さあ、入りたまえ。新平が駆け寄ると、光太郎は桑を置き、先に立って小屋に入っていきました。小さな小さな小屋です。小屋の真ん中には、いろりがあり、炭火がチロチロと燃えています。まあ、お茶でも。すみません。あ、これ、お土産です。新平は、リュックから包みを出して、光太郎に渡しました。おお、海苔に、コンビーフの缶詰に、それからウイスキーか。ありがたい。ここは、畑のものとか、キノコや山菜は豊かだが、こういうものは手に入らなくてね。だったら、東京にお帰りになりませんか？そう言ってくれるのはありがたいけれど、それは無理だよ。光太郎は寂しそうに微笑みながら言いました。君だって、どうして僕がこんな山の中で暮らしているのか、分かっているだろう？それはまあ、そうなんですが。それきり二人とも黙り込んでしまいました。ここで時計を数十年巻き戻してみましょう。高村光太郎は明治を代表する彫刻家高村光雲の長男として生まれました。父の後を継いで彫刻家になるために、小学生の頃から彫刻を始め、10代で東京美術学校に入学しました。卒業後は、海外の新しい彫刻を学ぶため、アメリカ、イギリス、そしてフランスに留学します。特に、フランスのパリで、ロダンの彫刻、考える人を見て、体が震えたといいます。これこそ自分が作りたい新しい彫刻だ。僕が日本で教わってきたのは芸術ではない。古臭い職人の仕事だ。一日も早く日本に帰って、こういう本当の芸術を日本に広めなければ。光太郎は10年の留学の予定を
3年余りにして日本に帰ります。明治の終わり頃、今から100年ほど前のことです。しかし、帰ってきた日本はまだまだ古い習わしにとらわれていました。幸太郎はそんな日本に絶望しました。2階のガラス窓を割って飛び出してきた椅子が道に落ちてバラバラに壊れました。東京、浅草のカフェです。2階の窓からかなり酔っ払った幸太郎が怒鳴っています。何を見てややんだ？いいか、お前らの目に飛び降りるぞ！危ない！よせ、幸太郎さん！幸太郎にしがみつき、窓から引き剥がしたのは、北原白秋と柳圭介。幸太郎と同じ若い芸術家グループのメンバーです。無理やり座らされた幸太郎は、そのままテーブルに突っ伏して眠ってしまいました。かわいそうに、幸太郎くんの目指す新しい芸術は、この国ではまだ受け入れられない。西洋で本物の芸術を見てきただけに、辛いでしょうね。せっかく開いた画廊もうまくいかなかったし、一緒に新しい彫刻を作ろうと言っていた鬼原森江さんも亡くなってしまって、なんとかしてやらねば。眠ってしまった幸太郎にマントを羽織らせて、二人はその場を離れました。帰宅した柳圭介を妻の八重が眠そうな顔で出迎えました。ただいま。お帰りなさい。遅かったわね。すまんすまん。高村くんが酔いつぶれてしまってね。まあ、高村さんが？このところそうなんだ。ではどうしようかしら。何がだい？女子大学校の後輩で画家を目指している人がいるの。高村さんが雑誌に書いた評論を読んで、ぜひお会いしたいって言ってるのよ。でも、そんな調子じゃん。いや、帰っていいかもしれない。高村くんだって、芸術のわかる女友達でもできれば変わるかもしれない。そうだといいんですけど。それで、何という人なんだい？長沼千恵子さんって方よ。よし、早速話を進めよう。千恵子は福島県の由井村、今の二本松市の大きな造り酒屋の長女でした。幼い頃から優秀な成績で、福島高等女学校から日本女子大学校に入学しました。女子大学校ではテニス、自転車、そして油絵に興味を持ち、卒業しても故郷に帰らず、東京に残って絵の勉強を続けていました。八重と同じく女子大学校の先輩だった平塚雷鳥の勧めで、女性だけの雑誌、政党のメンバーに入り、その最初の号の表紙絵を描き、評判になっていました。数日後、東京・千駄木の幸雲の家の庭に作られた幸太郎のアトリエで、二人は初めて会うことになります。幸太郎、八重、そして千恵子が向かい合って紅茶を飲んでいます。長沼さんは、絵をお描きになるとか、どのような絵を？そのうちにお見せしますわ。それは楽しみだ。間に入った八重が特に気を使わなくても、二人の話は尽きることはありません。ティーカップを傾けながら、ふと千恵子が言いました。僕は
芸術界の絶対の自由を求めている。人が緑色の太陽を描いても、僕はこれをひなりと言わないつもりである。それは僕が描いた緑色の太陽じゃありませんか？はい、私この文章にとても感動したんです。それはどうも。芸術家は自分の感じたままを表現すればいい。それって人生でも同じではありませんか？え？世の中の習慣なんてどうせ人間の作ったものでしょ？それに縛られて自分の心を偽って暮らすのはつまらないことですわ。ええ。たった一度きりしかない人生ですもの。私の一生は私が決めればいいと思っています。なんて強い人なんだ。二人はお互いに惹かれ合い、千恵子は故郷で持ち上がっていた縁談を断り、幸太郎もお酒に溺れる生活をきっぱりとやめました。二人のために幸運が新しいアトリエを近所に建ててくれました。彫刻に詩に新しい芸術を千恵子と二人で作り上げていこうという強い決意を幸太郎は高らかに歌います。童貞、僕の前に道はない。僕の後ろに道はできる。ああ、自然よ。父よ。僕を独り立ちにさせた広大な父よ。僕から目を離さないで守ることをせよ。常に父の気迫を僕に満たせよ。この遠い童貞のため。この遠い童貞のため。幸太郎は彫刻や詩を作り、千恵子は油絵を描き、お互いを縛り付けない新しい生活を始めました。千恵さん、ただいま。お帰りなさい。これ、買ってきたよ。何？レモンだよ。紅茶に入れると美味しいんだ。まあ。幸太郎が帰ってくるまで絵を描いていた千恵子は、着物にたすきがけ、前掛けをしています。ナイフでレモンを切った千恵子は何を思ったか、そのまま輪切りにしたレモンを口に運びました。このまま食べても美味しいわ。本当かい？うん、うわっ、酸っぱい。アトリエに二人の笑い声が響きます。しかしそれは束の間の幸せでした。やがて幸太郎の芸術は次第に世の中に認められていきました。彫刻の注文が来るようになり、草野心平、佐藤春夫、宮沢賢治ら年下の友人が訪ねてくるようになりました。彼らは幸太郎の詩や文章を自分たちの雑誌に競って載せました。しかしそんな幸太郎を見る千恵子の目はどこか寂しそうでした。世の中に認められていく幸太郎に対し、千恵子の絵の勉強はなかなか進まなかったのです。そんなある日のことです。千恵子のアトリエに通じる階段を上りながら、幸太郎が声をかけました。千恵さん。返事がありません。千恵さん。あ、千恵子がナイフを手にし、書きかけのキャンパスを切り裂いているのです。千恵さん、何をしてるんだ。幸太郎は慌てて後ろから千恵子の肩に手をかけました。千恵子はナイフを取り落として呆然とした様子です。
思うような色が出せないの。物の形をデザインしたりするのは得意な千恵子ですが、油絵の具で色を塗るのを少し苦手としていたのです。そんなことはない。これだっていい絵じゃないか。振り返った千恵子の目は涙に濡れています。少し根を詰めすぎだ。疲れていてはいい絵が描けないよ。ふと千恵子は窓の外に目をやりました。東京には空がない。こんな空は本当の空じゃないわ。絵の制作に行き詰まると千恵子はよく故郷の由比村に帰り、目の前に立つ安達太良山、そしてその上に広がる果てしない青い空を見ては元気を取り戻していたのです。また由比の家に行ってくるといい。そうするわ。ごめんなさい。しかし昭和4年に千恵子の実家の造り酒屋が破産してしまいます。千恵子は帰る家を失いました。そしてだんだん精神的に不安定になっていったのです。この頃眠れないの。目の前に赤や青い光がちらついて見えるの。千恵さん。ある朝、千恵子は目を覚ましませんでした。千恵さん、千恵さん。孝太郎が枕元に目をやると、最近買ったばかりの睡眠薬の瓶が空になって転がっています。孝太郎や幸運に宛てた長い手紙も置いてありました。これは。幸い一命は取り留めましたが、千恵子は夢の世界の人になってしまいました。孝太郎がいくら話しかけても返事をせずに遠くを見つめていたり、アトリエの外に飛び出して大声で叫んだり、お母さんや妹がいる千葉の九十九里浜の美しい自然の中ならよくなるかもしれない。千恵さん、千葉に行こう。それでも千恵子の心の病気は一向によくなりません。千恵子は東京の病院に入院します。病院では看護師をしている姪の春子が付き添って世話をしてくれ、騒ぐことは少なくなりました。そして子供の使う折り紙をハサミで切って別の紙に糊で貼り付ける紙絵を作るようになりました。孝太郎がお見舞いに来ると作った紙絵を見せます。おばさまは夢中で紙ばかり切っていらっしゃるんですよ。はじめは模様のようなものだったのですけど、だんだん花や動物、今では毎日のご飯のおかずを紙絵にしないうちはお食べにならないんです。千恵さん、すごいよこれ。驚いている孝太郎を見て千恵子はとても満足そうでした。油絵ではうまく表せなかった美が紙絵では千恵子の思い通りに表せていたのです。しかしもともと丈夫でなかった千恵子の体はどんどん弱っていきました。千恵子は結核という病気にもかかっていたのです。おじさま、おばさまが、おばさまが。孝太郎が病室に駆け込むと、千恵子は荒い息を吐きながら寝かされていました。千恵さん。駆け込んできた孝太郎に、千恵子は黙って手を差し出してきました。その手を握りながら、
光太郎が答えます。知恵さん、死んじゃダメだ。知恵さんがいなくなったら僕は知恵さんの好きなレモンだよ。知恵子はかすかに笑みを浮かべ、皮のついたままレモンをかじりました。光太郎の手を握っていた知恵子のもう片方の手からすっと力が抜けました。知恵さん、知恵さん。白いカーテンから差し込む日の光が優しく知恵子を包み込んでいます。やがて時代は泥沼のような戦争へと進んでいきました。知恵子を失い、ぽっかりと開いた心の穴を埋めるように、光太郎は進んで世の中と関わろうとしました。戦争で荒みきった人々の心を奮い立たせようとする詩をたくさん書いたのです。戦場で、工場で、多くの若者がその詩に勇気づけられました。しかし、その若者たちの多くが銃弾や爆撃に倒れていきました。知恵子と過ごした思い出深い光太郎のアトリエも空襲の爆撃で灰になってしまいました。昭和20年8月15日、昭和天皇が戦争の終わりを告げるラジオ放送が流れました。されども朕は自分の赴くところ耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平洋百貫と欲す。朕はここに国体を保持し得て、重量なる南自臣民の適正に信し、年南自臣民と共にあり、もしそれ上納撃するところ、その放送を光太郎は花巻で聞きました。東京のアトリエを焼け出された光太郎は、亡くなった宮沢賢治の父たちの勧めで花巻の宮沢家に疎開していたのです。日本はアメリカの占領下に入り、戦争を進める役割をした人は戦犯として裁判が始まり、戦争中に書いた光太郎の詩も問題になっていました。確かに僕は戦犯とされても仕方がない。僕の詩を読んで死んでいった人たちがたくさんいる。たとえ裁判にかけられなくても、僕は自分で自分を罰しなくてはならない。光太郎は花巻からさらに山奥の太田村の粗末な小屋で一人暮らしを始めました。湿気が多く、夏は蒸し風呂のような暑さ、冬は壁の隙間から吹き込んだ雪が寝ている布団にうっすらと積もるようなところです。先生、郵便だよ。耳当てのついた帽子を雪まみれにした小学生の男の子が元気よく入ってきました。一番近い家まで数百メートル。郵便配達の人も文教場までしか届けてくれません。文教場に通っているたかしが届けてくれるのです。おお、たかしくん、いつもすまないね。さ、雪をはたいて上がりなさい。ちょうど
干し芋を炙っていたところだ。わあ先生、ありがとう。なあ先生、先生はとっても偉い先生なんだべ。なしてこんな山の中さ、引っ越してきたんだべか。僕は戦争中、間違いを犯してしまったからね。だからここに一人で閉じこもって、自分に罰を与えている。って言ったら、この村の人たちに失礼かな。そんなもんかな。先生は彫刻家なんだべ。だけど木を掘ったり粘土をいじったりしてるの見たことねえな。僕は彫刻家だから、自分を罰するために今は彫刻をやめているんだ。ただここに住んでいるだけでは罰にならないからね。なんだかよくわかんね。先生、ごちそうさま、さよなら。たかしはまた元気よく飛び出していきました。その夜、膝まで雪に埋まりながら、小屋の近くの林の中の道を幸太郎が歩いています。やっぱり吹雪になったか。あ？あれは？幸太郎の目の前で渦を巻く雪がだんだんと人の形になっていきます。白い着物姿の女の人です。雪女か。雪女は真っ暗な空を飛び回っています。立ち尽くしていた幸太郎は目の前に積もった雪を手ですくい、彫刻を作るように雪女の姿を作り始めました。雪女は笑いながらさーっと身を翻し、森の奥に消えていきました。待て、待ってくれ。しかし見えるのは荒れ狂う吹雪だけです。はっ。気がつくと目の前にあるのはいろりの火。パチンと音を立てていろりの薪がはぜました。夢か。彫刻を作りたい。ここで時計はようやくこの物語の始まりに追いつきました。幸太郎と新平が小屋の中で黙って向かい合っています。あれ、高村さん、茶碗が一つ多くありませんか。ああ、これ千恵子の分。千恵子さんの。そんな顔をしないでくれたまえ。千恵子は死んでしまったけど、元素に帰ってここで僕と一緒に暮らしているんだ。高村さん、そろそろ自分も70歳だ。70を超えたら本当の仕事をする。僕はね、千恵子観音を作ろうと思っているんだ。千恵子観音？僕はちゃんと仏教を信じているわけではないから拝む仏像ではない。もっとなんというか、この人間の世の愛とか美とか、そういったもののシンボルみたいなもので、そう考えるとどうしても僕にとっては千恵子の姿になるんだ。つまり千恵子さんの姿を彫刻で作ろうというわけですか。そういうことになるね。いいじゃないですか、やりましょうよ高村さん。でもね。何ですか、何か問題でも。ここで作れないなら東京。そう、僕は
まだ戦時中の自分の罪が許されたとは思っていないんだ。高村さん。新兵の胸にも、そして光太郎の胸にも、千恵子の姿が浮かんでいました。同じ頃、青森県庁の一室です。太宰治の兄、対馬文治知事が緊急に役人を呼び出しました。来年は十和田湖が国立公園に指定されてちょうど15周年だ。10周年の時には戦争が終わったばかりで何もできなかったが、今度はきちんと記念事業をやりたい。戦争の傷跡から復興したという証にもなります。そこで、十和田湖の美しさを世の中に広く紹介してくださった大町慶月先生、それから道路の整備等に骨を折ってくださった元知事の武田千代三郎さん、同じく地元の村長だった小笠原光一さん、この三人の功績を称えるものを作ろうと思う。しかし、ただ地味な石碑とかを作るのも能がない。もっとなんというか、十和田湖のシンボルになるような、そんなものを誰か有名な芸術家に頼んで作ってもらおうと思うんだが。いいですね、いいですね、いいですね。新たな観光名所になりますよ。ところが、日本中を調べてもこういうことの例がほとんどない。一体どんなことをやったらいいのか、作るとしたらどんなものを作ったらいいのか、それから誰に頼めばいいかなど、さっぱりわからない。わかりました。早速いろんな方面に相談してみましょう。地元のことに詳しい会社や銀行の経営者。そういうことなら高村光太郎先生にお願いするのがいいでしょう。長野県に作られた小説家の島崎藤村を記念する藤村記念堂を設計した建築家の谷口義郎。今日本で一番の彫刻家といったら高村先生です。県立三本木高校の校歌を作詞した佐藤春夫。高村さんに何か作ってもらえるなら、それは本当に十和田湖の、いや、日本の宝になりますよ。皆一様に光太郎の名を挙げたのです。特に佐藤春夫は光太郎と親しく、千恵子が元気だった頃、光太郎のアトリエによく遊びに行ったりしていたので、強く光太郎を推薦しました。しかし、近頃の光太郎の様子を聞いていた春夫は、不安も感じていました。だが、引き受けてくれるだろうか。よし、高村さんに手紙を書こう。佐藤春夫の書いた手紙を持って、光太郎や新平と親交のあった詩人の藤島右大、谷口、そして青森県の役人は光太郎の小屋に行きました。意外な話に光太郎は戸惑いました。自然美には人口を受け入れるものと受け入れないものの二つがある。ともかく十和田湖がどんなところなのか、この目で見ないことには。こうして光太郎は十和田湖に下見に行きました。穏やかな湖面をまるで滑るようにゆっくりと船が進んでいきます。船の上から見える湖畔の原生林に光太郎の目は釘付けになっています。なんと素晴らしい眺めだ。ここになら彫刻を置いてもおかしくない。行く手の水面は
よく晴れた日の光を反射してキラキラと輝いています。風が気持ちいい。お世辞ではなく、みんながここに作る彫刻は僕のものでなければと言ってくれている。ここは一つみんなのためにも頑張ろう。戦争中の罪が許されたわけではないが。孝太郎は船のデッキから湖の水面に目を移しました。透明度の高いきれいな水のために浅いところでは魚が泳ぎ回る水底までくっきりと見えます。孝太郎はすっかり十和田湖が好きになりました。さらに真下を向くと、まるで鏡のように水面に孝太郎自身の顔が映っています。こうして見ると影と形のようだ。それにしても僕も年を取ったものだ。孝太郎の体は千恵子と同じ結核に侵されていました。残された時間もあまりない。その日の夜、湖畔の旅館で孝太郎を囲んでの宴会が開かれました。対馬知事や県の役人に混じって春尾、新平、谷口、藤島、彫刻家の菊池和夫、みんな孝太郎を説得するために東京からやってきたのです。高村先生、いかがでしたか、十和田湖は。素晴らしいところですね。ここになら彫刻を作ってみたいと思いました。本当ですか。ありがとうございます。そうと決まればみんなで手分けして先生のお手伝いをしよう。おー。宴会も終わり、孝太郎は一人廊下の窓から月が映る湖面を見つめていました。ん？すると水面に映っていた月がいつの間にかゆらゆらと形を変え、人の形になって湖から飛び出してきました。千恵さん、孝太郎さん、あなたは十分罰を受けました。もういいでしょう。ここに私を作ってください。千恵さん、僕もそう思っていたところだよ。この十和田湖に千恵子観音を作ろう。ありがとう、孝太郎さん。千恵子は優しく微笑むとまた湖に戻っていきました。東京では、孝太郎の弟の豊近、谷口らが孝太郎のためにあれこれと準備をしています。制作場所は、中西俊夫の未亡人が快くアトリエを貸してくれました。菊池さん、助手をしてくれる彫刻家を探そうと思うんですが。心当たりがあります。青森県出身の若い彫刻家で小坂圭司君に声をかけています。モデルはこの女性、藤井照子さんでどうでしょう。いいですね。秋になり東京での準備が整い、孝太郎旅立ちの日です。先生。アンベソを書いているのは高志です。なーに、たかしくん。この仕事が終わったら、また帰ってくるよ。本当か？本当だとも。留守の間、
小屋の手入れを頼むよ。わかった。上京した光太郎は早速中西家のアトリエを借り制作を始めました。女性の持つ力強さ、生きる喜びをラフ像で表現したい。大地に立つ母なる姿、いいですね。それで行きましょう。光太郎の提案を対馬知事がすんなりと受け入れたのです。彫刻は青森県との話し合いで十和田国立公園功労者記念碑のためのラフ像と名付けられました。小坂君、粘土を。はい。少し離れた机で粘土をこねていた助手の小坂刑事が粘土の塊を板に乗せ光太郎に手渡します。さすがは高村先生だ。もしかしたら足の一本くらいは僕に作らせてくれるかと思ったが、全部ご自分でやってしまわれるおつもりだし。彫刻の骨組みに針金を巻きつけたり、硬い粘土をこねて柔らかくしたり、といった力仕事は若い小坂の手を借りましたが、それ以外は本当に一人で作っているのです。先生、大丈夫ですか？モデルの藤井照子が心配そうに聞きました。なーに、大丈夫さ。もともと肺の血管が弱いだけだ。実際には、光太郎の結核はかなり進行していました。傍らには作りかけの像が立っています。高さ2メートルを超す大きな像です。その顔には布が巻きつけられてあります。光太郎は結局完成するまでほとんど誰にもその顔を見せませんでした。深夜のアトリエです。窓から月の光が差し込んでいます。光太郎はベッドから起き出し、作りかけの像を見上げました。時間がない。知恵さん、力を貸してくれ。光太郎は像の脇の脚立に登り、顔に巻いてあった布を取り払いました。休みなくヘラを動かしながら、光太郎はいろいろなことを思い出していました。幼い頃、幸運に初めて彫刻刀をもらった時のこと。パリで見たロダンの彫刻。千恵子との出会い。千恵子との幸せな日々。千恵子と見た安達太良山の本当の空。千恵子の死。空襲で燃えるアトリエ。雪に埋もれた大田村の山小屋。そして、十和田湖の風景。どれくらい経ったのでしょうか。できた。彫刻は鋳造され、十和田湖畔、谷口が設計した公園の中央に据え付けられ、紅白の幕が被せられています。大町健悦の孫、キミコがお母さんに手を添えられて、紅白の幕につながれた紐を引くと、像がその姿を表しました。
おお、これは素晴らしい。なんと斬新な。全く同じ形をした2体のラフ像が手を差し伸べて向かい合っています。2体のラフ像はどちらも少し前のめりになっており、全体として大きなピラミッドのような三角形を形作っています。あの顔は千恵子さん。元気だった頃に千恵子に会ったことがある人は皆そのように感じました。光太郎も感慨深げです。光太郎の挨拶が始まりました。あの像は同じものをわざと二つ向かい合わせにしてみました。それは初めて十和田湖に来た時に湖に自分の顔が映っているのを見て考えました。人間の心の中、内部を見る、そういう感じを受けたのです。片方はもう片方の内部で、片方はもう片方の外部なのです。この像の制作に関わったすべての人たちは、やはり光太郎に頼んでよかったと心の底から思っていました。たかしくん、帰ってきたよ。先生。大田村の山小屋、たかしが光太郎に抱きついて涙を流しています。しかし、これはダメです。高村先生、東京の設備が整った病院で見てもらわないと。花巻から診察に来た医師が聴診器を外しながら言いました。光太郎もそのことは十分に分かっているようです。それでも高志との約束を果たすため、こうして大田村に帰ってきたのです。高志くん、すまないね。いいよいいよ、約束守って一回帰ってきてくれたんだから。東京さ行ってしっかり病気を治してけろ。高志は涙目になりながらも明るく言いました。光太郎は三度東京の人となり、また中野のアトリエでの生活が始まりました。次の制作にも取り掛かったのですが、やはり体調が思わしくなく、ベッドで寝ていることが多くなりました。そんなある朝、今朝はお顔の色つやがよろしいようですね。ああ、奥さん、ありがとう。光太郎は中西夫人のついてくれたコップの水をおいしそうに飲み干しました。あの花は何という名前ですか？アトリエの庭には背丈の低い木に小さい黄色い花がたくさん咲いています。あれは蓮葉と言います。そうですか、実に可愛らしい花ですね。千恵さんが好きだったレモンのような色だな。光太郎は咳込みながら考えていました。昭和31年4月2日、まだ夜明け前です。アトリエで光太郎がベッドに寝かされています。口には酸素のマスク、枕元で医師が光太郎の脈を調べています。いよいよ
最後の時が迫ってきたようです。知恵さん、朦朧とする意識の中で光太郎がふと横を見ると、そこには優しく微笑む知恵子の姿。迎えに来てくれたんだね。知恵子はゆっくりとうなずくと手を差し伸べてきました。光太郎はその手をしっかりと握りしめました。こうして光太郎は知恵子と共に旅立ちました。前の日から東京は季節外れの大雪にすっぽりと包まれていました。光太郎のお葬式では棺の上に、光太郎が可愛らしいと言ったアトリエの庭に咲いていた蓮行の花が一枝、コップに入れられて飾られました。何年かが経ちました。新平はふと思い立って十和田湖にやってきました。秋の紅葉シーズンです。修学旅行でしょうか。学生服とセーラー服に身を包んだ中学生ぐらいの少年少女たちがバスガイドさんの後をついて歩いています。新平もその後に続いて、ラフ像のある湖畔までの道を歩いていきます。この像は先頃亡くなった高村光太郎先生の最後の大作です。地元では除幕されて間もなく、誰が言い始めるともなく、道の句や乙女の像という愛称で呼ばれるようになりました。この顔は知恵子賞で有名な知恵子夫人の面影を伝えていると言われています。新平は一人たたずみ十和田湖を見つめていました。高村さん、今頃は知恵子さんと仲良く制作に励んでいるんでしょうね。新平はもう一度像を見上げました。そして光太郎が亡くなる少し前、自分で作った詩を朗読してくれたことを思い出していました。その詩は乙女の像のために作られた詩でした。十和田湖畔の羅像にあたる。銅と鈴との合金が立っている。どんな造形が行われようと、無機質の図形には違いがない。腹綿や粘液や油や汗や生き物の汚らしさはここにない。凄まじい十和田湖の塩水空間にはまり込んで、天然資源の平手打ちをまともに受ける。銅と鈴との合金でできた女の羅像が二人、影と形のように立っている。潔い、非常の金属が青く錆びて、地上に割れて崩れるまで、この原始林の圧力に耐えて、立つなら、幾千年でも黙って立ってろ。